します。はい、見事12レースを制しました2番の中西大選手にお越しいただいています。一着おめでとうございます。 ありがとうございました。さあ今日はかなり細かく分かれた戦い、どんな展開を想定されてましたか？そうですね、島川君のラインが中段かなと思ったんですけど、初手が想定外だったんで、まあ、臨機応変に対応しようと思って走りました。まあ、佐々木選手の後ろ、佐々木選手のラインの後ろ3番手にちょっとこだわるようなフォームでは動きも見られましたよね。そうですね、短期を入れるか入れないかどうしようかって迷いましたね。はい、そしてそこから1センターぐらいまでちょっとちょっと被るような形になってましたが、はい、あの時はどんな気持ちでした？そうですね、いつ行こうかいつ行こうかという感じでしたね。はい、被らなかったんでよかったですけど。はい、さあそこからのまくり素晴らしかったです。踏み出しといかがでしたでしょう？まあ、道中余裕あったんで、まあ、どこから行こうかなという感じで、まあ、たまたま被らなかったんでよかったんですけど、前が踏み合いになったんで、はい、たまたま展開が向いたって感じでした。もう2着との差もなかなか縮まらずというところで踏み直しとも、いやもう後ろちょっと見えてなかったんで、まあ、同系の先輩と大阪の先輩ついてくれいただいてたんで、しっかり踏もうと思いました。では一走されてみてご自身の今開催の感触等々どうでしょう？そうですね、結局風切ってないんでちょっとわからないんですけど、まあ、1着特選スタートで1着取れてるんで調子はいいと思います。コーチバンクの印象はどうですか？はい、初優勝もさせていただいたバンクなんでいいです。では明日以降に向けての意気込みをお聞かせください。はい、明日も一着目指して頑張ります。応援してください。見事一着となりました中西選手のインタビューをお届けしました。こちらからは以上です。